冒頭発言はありません。お願いします。代表の藤田です、はい、よろしくお願いします。16日には今回のミサイル発射を受けて安保理の緊急会合が開かれます、はい、今回のミサイル発射を受けてはロシアも強く非難していますけれども、この緊急会合で日本はどのような議論を求める考えですか、追加制裁なども考えていらっしゃいますか、また日本の役割をどのように考えられますか。まず16日現地時間16日午後に、安保理の緊急会合、を行うことが予定されていると承知していますが、その前に、その前にニューヨーク時間15日の午後、安保理のプレスステートメント、これが発出されました。4月29日、5月14日の弾道ミサイル発射を強く非難するとともに、さらなる核実験および弾道ミサイル発射を行わないことを要求する、こうした内容のプレスステートメントがまとまったことをまず歓迎したいと思います。北朝鮮による核ミサイル開発、これは容認しないと。いう国際社会の一致した姿勢を示すものだと思いますし、こうした明確なメッセージを歓迎した上で安保理緊急会合に臨んでいきます。基本的に安保理各国あるいは関係国と連携しながら北朝鮮 の、 この自制を求め、そしてこの累次の安保理決議の遵守を求めていく、こうした基本的な姿勢を引き続きしっかり打ち出していか なければならない、このように考えますが、その中において具体的に何を求めるのか、これについてはこの安保理のこの議論をに先立って、予断を持って申し上げるのは控えなければならないと思います。米国韓国等と連携しながらしっかりすり合わせを行いながら、明確なメッセージを発するための具体的な措置を検討していきたいと思います。いずれにせよ、国際社会が一致している強い、この決意を持ってこの問題に取り組んでいる、こうしたことを示せる形を各国とも連携しながら、模索していきたい、このように思います。今回の発射を受けて、はい、大臣から直接アメリカに働きかけを行う考えはございますか。アメリカについては、もう様々レベルで働きかけを行っております。昨日も NSC レベルでの、電話での意思疎通も行われました。そしてティラソン国務長官とはこの後午前中に電話会談予定しております。各社さんどうぞ。大臣すみません、はい、昨日ですね、自民党の、麻生派と三党派と、それから権限会が合流を発表しました、はいはい。党内で政権交代に可能な、無大派閥を作るんだと言ってますが、このことの受け止めと、宏池会として、これにどういうふうに関与するのか、それとも距離を置くのか。別にどう関与するのか、これは他の派閥が合流したことですから、これは直接の関与はないわけですが、派閥の合流というのはあまり、例がない、言ってみれば珍しいことではないかなと思います。その行方について、関心を持って注視していきたい、このようには思います。麻生大臣は、宏池会との合流も視野に入れていたと思いますけれども、宏池会としては今後も宏池会単独で行動されていかれるお考えですか。派閥間で、切磋琢磨し、あるいはあるときは協力をし、いろいろなこの政治活動を、
考えていくことは大変重要なことだと思います。他の派閥とも、協力できるところは協力していくということで、友好的な関係を考える、これは大切なことだとは思っています。それ以上具体的なことは今何も決まってはおりません。大臣、 TBS ですけども、北朝鮮のミサイルに関して、はい、プーチン大統領がロシアにとっての直接の脅威ではないという説明したと伝えられています。国連の場等で、各国と、連携して強いメッセージを出していくということが大事だと思うんですけども、そういった中で、直接脅威じゃないというのはですね、その温度差が出ているような感じに受けられるんですけども、それについてどのようなお考えになるか、またロシアに対しても何かしら その働きかけをする考えはあるか。その発言の趣旨はよく確認はしていませんが、ただこの北朝鮮のこうした挑発行動は地域国際社会全体にとっての脅威であるという認識に基づいて、これまでもさまざまな取り組みが続けられてきました。ロシアは安保理のメンバーで、安保理の常任理事国ですし、6者会合 このメンバーでもあります。ロシアも責任ある行動を取るべきだ、こうした議論は従来からもあったわけです。ぜひ安保理の場、国連の場等を通じて、ロシアともこの問題に共に取り組んでいく、こうしたことを考えていかなければならないとは思います。引き続きそういった思いで、安保理の議論やさまざまな国際的な議論の中で、意思疎通を図っていきたい、このように思います。大臣、すみません、はい、日中関係についてなんですけれども、はい、中国が主導する AIIB や一帯一路などの国際秩序がですね、地域の平和と安定に貢献するのか、そういったものに対する日本政府のスタンスも含めて大臣の考えを聞かせてください。はい、まず一帯一路についてはですね、2日間のこのフォーラムが終わったわけですが、地域の持続的な発展に貢献する上で重要な論点等について各国の参加者の中で有益な議論が行われたと承知をしています。二階幹事長が同フォーラムのハイレベル会議に出席され、一帯一路がすべての国に開かれたものであり、かつ国際スタンダードに適合した質の高いものとして推進されることを期待する、こうした発言を行いました。松村経産副大臣も別の発言機会において同氏の発言をしたと報告を受けています。このフォーラムにおいて、まず日本の考え方、これをしっかり示したということは有意義であったと思います。見方としては今の紹介した発言の通り、すべての 国に開かれたものであり、国際スタンダードに適合して した質の高いものとして推進されることを期待される、こうした見方を日本としてもしております。AIIB についても、引き続き、持続可能な発展に資するものであるかという点に、関心を持ちながら注視をしていきたい、こうした方針、従来からの方針、これは変わっていないと考えています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。